こんにちは、Gです。今回は久しぶりにゲームのお話。今まで何度かゲームエミュレーターについての動画をアップしています。それらをご覧いただければどなたでもゲームを始められると思います。一般論ですが、ラズパイでゲームをする方はレトロパイ、ラッカー、リカルボックス、バトセラのどれかをお使いでしょう。まあこれらのソフトがゲームエミュレーターの四天王といった具合でしょうか。基本ラズパイは何するにも面倒くさいけど、はっきり言って四天王は思いっきり面倒なんですよね。だから億劫でゲームに手を出してない方も多くいると思います。なぜ面倒かというと、例えば10種類のゲーム機を一括購入したら全部の操作を間違いなくできますか？使いこなすには時間がかかりますよね。四天王は複数のエミュレーターを合体させたもので、多くのゲームコンソールをサポートしてるんで同じことが起こります。要は設定や利用が面倒なんです。そこで今回は四天王ではなく単体のエミュレーターをご紹介します。ドリームキャストのエミュレーターです。大事なポイントは簡単で面倒くさくないこと。動作環境はラズベリーパイ4または Pi400、 32GB 以上の SD にラズベリーパイ OS32bit 版のインストールが必要です。あとゲームコントローラーがあればいいんですが、コントローラーは有線無線どちらも OK ですが、 Bluetooth 版は避けましょう。 Amazon だと3000から5000円くらい、 AliExpress では1000から2000円ほどで売っています。もちろんキーボードだけでも大丈夫ですが、ゲームに熱くなれない。では早速始めましょう。ラズパイを起動してブラウザーで画面のサイトを開きます。ダウンロードサイトに移動してステーブルリリーシーズのラズパイアイコンをクリックしてダウンロードします。ダウンロードフォルダー内にファイルが保存されますので、ダブルクリックして回答します。展開アイコンをクリックして、展開先右側のアイコンをクリックしてホームを選び、ホームの階層に回答します。ホームにリ・ドリーム・アーク32ラズベリーパイフォルダーが現れ、フォルダー内に2つのファイルとフォルダーがあります。リ・ドリームファイルがランチャーで、ここから起動します。これだけでインストールは終わりです。あとはゲームロムがあればすぐにゲームが始められます。ゲームロムとはゲームのソフトそのものです。ゲームロムは画面のようにアーカイブオーグのウェブサイトで検索できます。念のため申し上げますが、この動画の趣旨は技術評価目的であり、ゲームロムのダウンロードは違法で、それらを助長するものではありません。また、Google 検索で多くのロムサイトが見つけられます。起動してみましょう。D-Dream ファイルをダブルクリック。ファイルを実行するウィンドウが表示されますので、実行をクリックでアプリが起動します。ロムはリ・ドリームフォルダーに入れる、または外付け USB に入れても自動認識してくれます。
うまく認識されないときは、ライブラリーで Add Directory でデータパスを追加できます。インプットでコントローラーのキーバインドを指定します。Dreamcast の専用コントローラーは高いんですが、安物の汎用コントローラーでも大丈夫です。キーボード利用の場合は、事前にキー割り当てされているので、お好きに修正できます。ビデオではアスペクトレシオを16対9にするのを推奨します。設定は以上で全部です。では動かしてみましょう。あれ、音が出ない。一度終了して、オーディオ出力先を確認します。これで HDMI 出力になりました。ゲームを再開します。今度は音割れする。リードリームを終了して修正します。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプ。画面の文字列を探して KMS の前に F を挿入して保存。一度リスタートします。ゲーム再開です。なお現状、オーバークロックはしていません。今度は音も大丈夫。ゲームは下手くそなんですが、画質を見ていただきたいので、動きの速いゲームをやってみます。行きますかな？誰にも邪魔はさせない。Get ready? Fine!従来のエミュレーターよりフレームレートが高くて動きが滑らかです。別のゲームも試します。Welcome back to the stage of history. Battle 1, fight! Saipa! 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 Saip
まだ痛い目に会いたいかい？This victory strengthened the soul of King. You win. 俺の道を教えてくれ。いかがでしょう。ラズパイとは思えないほど滑らかに動作します。ドリームキャスト専用のエミュレーターですから、他のコンソールのゲームは利用できませんが、今までにない簡単操作と滑らかな動きはお試しいただく価値があるんじゃないでしょうか。このゲームエミュレーターは、ラッカ、バトセラ、リカルボックスのように、OS 仕立てではなく、ラズパイのアプリでしかないので、他のアプリと共存できます。基本操作は、ゲーム中段には、メインメニューに割り当てたボタンを押します。D ドリームを終了するには、メニューからExitを選びます。不満なことは、エミュレーター内に音量調整がないことくらいでしょうか。アプリをダウンロードしたサイトで、コンパチビリティには動作するゲームの一覧があり、96% のゲームに互換があると歌っています。本当かな？ご覧いただきありがとうございました。トンガ王国で海底火山噴火がありました。トンガの皆さん、頑張って日常生活を取り戻しましょう。30年ほど前にフィリピンのピナツボ火山噴火がありました。この時は噴煙で冷夏となり、米不足騒動がありましたね。今回の噴火はほぼ同規模と言いますから、数年は冷夏が想像されます。ということは、太陽光パネル設置した人、ゼロエミッションだとか言ってた人、ではまた次回。